こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長。はい。ちょっとジメジメしてますね。ここ最近ずっと。梅雨ですか。梅雨ですね。これは。来ましたか。なんだか嫌な感じですね。いやー、濡れるのは嫌です。濡れる。謎の湿疹ができててさ、かぶれというかさ、あらら腕のあたりなんだけど、あれ雪吊りの女性と寝たんですか、ね、いや違うのよ、いや痒いのよ、あら、なんかこうで何なんだろうって、病院行ってないんだけどさ、うん、これ何なんだろうなみたいな思ってたら、これ汗もだっていうことに気づいた。小学校以外でもなるんですね、汗も天花粉塗らんと、天花粉汗もなんだろうなって、これはそのなるほど、ちょっとこう湿気でジメジメとか、僕すごくねこれね汗かき、代謝がいいのかな、でもちょっと分かんないんだけど汗かきなんですよ、うん、うんうん、一時期ちょっと汗かきで悩んでたぐらい多汗症で、うん、多汗症だなって自分は思うけど、まあ普通なんかもしでも顔にすごい汗かく人で、うん、一時期そう漢方とか飲んだりして、おその汗を減らすみたいなんでこういろいろ調べてさ、はいはい、漢方がいいんじゃないかとかさ、いろいろ、へえ、おー、で、あれかお茶、ノンカフェインのあれなんていうんだっけ、麦茶、ルイボスティー、全然出てこない、ルイボスティーなんか、ルイボスティー確かになんか一時期飲んでたな、石田さん飲んでましたよ、今すっかりやろう、確かにルー、うん、石田さんから今久々に聞いたもん、ルーの音もう正直全然飲んでない、ルイボスティー、あら、そう、汗もそらできますよいや、ちょっとまた復活させようと思って、ちょっとルイボスティーは、はいはい、何なの、むちゃくちゃマゴマゴしてるやん何があったんですか、いやいや、その別に味が飽きたとかそういうことではなく、なんとなく離れてる時期ね、そうで、切らしたんですよ、あ、葉っぱを、うん、葉っぱをずっと太陽にあったやつなんで、うん、常に家にあったからこうやるやん、うんうんうん、なんかなくなって、うん、まあそらね、飲んでたね、なく飲んでたらなくなるやん、うん、でなくなってから、うん、こう買わないとさ家にはないわけやん、まあそれどうしたって、そう買い忘れんのよ、うん、いつも、ああ出るたびにあるでしょ、そういうの買おうと思うの、一応出るときにルイボスティー買わなあかんなと思って出るんですか、いやそれがないまず、うん、そもそもね、そうちょっとね、あとマスクするでしょ、すっごい汗かくんですよね、あ暑いからね、暑いからまあ適度に外さなきゃいけないなとは思ってるんですけど、もうまあまあ野外で密でないならば外していき、政府がやってますから、いやもうガンガン外しましょうと思ってるんです、うん、僕は確かに、もうちょっとほんまに倒れるから、そのマスクしてたら、うん、どうも本当に、なんやったらノーパンでいったのかな思ってるぐらいですもんいやそれは別にそれはお好きにしたいと、お好きにお好きにどうぞお好きどうぞでお好きどうぞですよ、はい、わかりました、まあそんなことですよ、ちょっと汗もができたりとか、ちょっと夏の感じですよ、あらららら、まあ、でもちゃんとシーズンを感じてますね、うん、じゃあ石田さんは、そうね、季節の男がいいことです、暑いなって感じですね、はい、うん、はい団長どんな感じですか、ここ最近は、ここ最近はでもね、うん、昨日ライブハウスイベントに出たので、うん、あそうなん、その練習とかなんかこまごまやってるんですね、そうオニクドスレイユでイベントのそういう出たりとかしてます、はい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 、
テキーラめっちゃ飲んで昨日。おお。だすごい嫌な気持ちになってました。なんでよ。なんで俺こんなテキーラ飲んでんねやろっていう。自暴自棄になったりして。自暴自棄なあんと良くないな。本当に。いやー本当にちょっと暑いな。はい。もうだから。このラジオ今撮り終わったらスーパーにネギと卵買いに行って、うん、ネギいっぱい入っただし巻きを今日狂ったみたいに食ったろうと思ってます。おーだし巻き、ネギの入っただし巻き。はい。へえ、またまあある、あるけどね、その、うん、ネギ入り卵焼き。そう、むっちゃ食いたくて、それが今むっちゃ作ってむっちゃ食おうと思って。なんか YouTube かなんか見たん？いやなんか、うん、好きなんですよ、そもそもあのネギ入ってる卵焼きが。あーへえ。なんか朝起きてなんかだしの風味とかを思い出して、口が、あー卵10個で作ったろうと思っていや無理だと思う、10個は食べられないでしょ。いや食べ、10個は食べれるでしょ。だってご飯食べないですよ。卵10個ってもう1パックってことやんな。そうね、でかいパック。あ、ご飯食べずに。そうそうそう、そのあの黄身が食べたくて卵食べるやもんね。いやそうよ、そば、うん、とかに落としてね。そうだよ、黄身に絡めた麺なんて、それだけの麺が欲しいもん。いやあれがうまいんだよ。だって黄身につけてお肉食べたりとか。あー、それ、ね、いいですね。黄身だけ落としてとかやるもんね。そう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 。でも白身の方が栄養あるとかよく言うからさ、栄養あるというか、あの、まあ、なんかね、タンパク質が豊富でとか言うから。ちょっと話がずれるけどいいですか、うん、今パッと思い出したんですけど。何？昔、うん、ヨーロッパの兄さんらと、うん、あのチロルに行ったんですね。チロルね、うん、チロルっていうあのヨーロッパ客の事務所の近くにある、はいはい、まあ、喫茶店ですよ、うん、でまあチロルといえばカレーじゃないですか。カレーだね。でまさにその時おそらく石田さんと上田さん、うん、そして多分酒井さんと中川さんとかやったんちゃうかな、うん、多分メンバーが。ほうほうほう。そんな感じでなんかのヨーロッパハウスで何かをした後に一緒に行ったんですよ。おー、なるほど。でカレーでは僕、うん、まあ後輩やからおっさんやけど、まあおごってもらえるじゃないですか。うん、あ、まあ、ありがとうございますみたいなんで、うん、でその時にそう卵を結構みんなね、うん、こうトッピングで石田さん多分ね、目玉焼きにしてたんちゃうかな。あ、目玉焼きにしたんじゃないかな。目玉焼きにするパターン多い、うん、そう、でカレー目玉焼き最高じゃないですか。確かにこれに目玉焼き、うん。で、上田さんと中川さんが生卵やったんですね、うん、おー、はい、カレーに生卵入れたんですよ。まあまあ、ありますよ、うん、で、その中川さんが言ったらその、うん、大阪のなんたらライスみたいな感じで、うん、その全混ぜしたんですよ、卵と。覚えてるわそれ、カレーを、うん、ね、そしたら全混ぜしたら、うん、そのマジでヨーロッパ客全員が鬼の顔になってきて中川さんをほんといじくり倒すというか、そのディスられまくってて好きなように食べさせるやな、ほんと。そうなんやいや、ほんまに。いよいよ上田さんは、うん、僕はこのちゃんと混ぜた部分と、うん、普通の部分ってこう僕は分けてやってるみたいな、その生卵でも、うんうんうん、黄身と混ぜたとこ、うん、で白身のとこみたいな、普通のカレーのとこ、うん、中川さんのそれはもう全部そのドライカレーみたいなぐしゃ混ぜになってるから。いやそう、あれショックやったよ俺、もうびっくりしたもん。なんかヨーロッパの二三方が全員こぞってうわーっていじるから、うん、その時ね、まだ言って多分2、3年目とかやから、ヨーロッパと絡んで。なるほど、うん、なんて怖い人たちなんだと思ってカレー好きなように食べたらこんないじられんのと思ってむちゃくちゃやなと思っていやいや、確かにもうカレーね、好きなように食べさせるって話やけど、うん、なんとなくさ、そのちょっとカレーに関してはさ、うん、マナーとまではいかんけどまあ同じこと言ってるかもしれんけど、でも俺その全部、ま、ほんまにこう、そう、全部混ぜね、全ほんまにこう食べる前に、あ、そうそうそう、そのカレーとご飯とその
ね、卵、生卵、うん、卵入ってるから余計に全部に絡めたいから全部混ぜて、うん、おそれはちょっと衝撃でっていうか、なんかだってそう、うん、覚えても石田さんの本場ね、うん、あのキムニーぐらいえーってなったもん。ありえへんっつってありえへんって、考えられへんっつって考えられへんの、うん、石に入れられへん、うん、先輩やのになんかさ、うん、いやでもむちゃくちゃ生卵で今それ思い出したな、うん、今でこそもう、あ、もうそういうね人がね、うん、好きなように食べてるんだから、そんな、うん、ね好きなように食べさせたらあげたらいいって思うけど、うん、いや、なんていうの、やっぱ自分抵抗あるというか、その無理やな、ていうかカレー全部まあいるよね、たまに、うん、ていうかその石田さんだけじゃなくてもうヨーロッパ全員攻撃してたからうん、いやでも なんていうんだろうな、いや例えばさ全然違う話かもしれんけど、はい、例えばさ、はい、全然違うんかな、いやその混ぜて美味しいもの、まあ、カレーは混ぜても美味しいんか、ドライカレーみたいになるから、うん、まあまあ多分中川さんの言い分は卵をこう全部に絡めたいから、うん、多分う混ぜたそういうことなんやね、だからとろろそばとかもそうやもんね、混ぜた方がまあまあまあ、うん、ね、混ぜそばとかもそうやしさ、まあそういうもんやけどさ、うん、ちょっとでもさ、なんかこう品というか品のなさというかさ、あ、育ちの悪さというか、育ち、いや育ちはいいんですけどね、中川さんは中川さんはね育ちむちゃくちゃいいからねいやでもそのひつまぶしも若干えって思うところがあるんですよ。あー、そう、ひつまぶしに関してひつまぶしなんかでもひつまぶし側からそう言われてるじゃない、だからひつまぶしを最初やった、まあだからひつまぶしこの間食べてすごい美味しかったんで、うん、そのなんていうのだから食わず嫌いやったんやなと思ったけど、うん、いやそのうなぎをせっかくあんな感じでいい感じでお上品にさ、ふわふわのうなぎをさうん、が乗っかってんのにさ、ご飯にふわとろだったりカリふわだったりする感じのさ、はい、関西やったらカリッと中はふわみたいな、うん、ね、関東だったらこうふわふわとろふんわり仕上げ、ね、ふんわりとろっとこう溶けていくような食感のさうなぎをさ、うん、せっかくご飯あったかいご飯の上に乗っけてよタレでねちょっとこう、うん、っていうものなのに、うん、何をこううなぎをこう固めにカリカリにして、うん、ご飯とかに混ぜ込んで浅ましいと、おーと思ってたで、ま、だからもう名古屋の人やから中川さんは、うん、あ、そういう、うわもうカレーももうひつまぶしみたいにしよるみたいなんでお湯のくみ取ったみたいに全部一緒にしよるってなったんやなったんやけど、ひつまぶしはとっても美味しかったんで、そうそうよ、うん、あの本当は謝らない感じ、まあ、ね、8年ぐらい前やからね多分、うん、石田さんとかまだ34号で若いし、でもうなぎを混ぜた時は本当にこうやったあかんことしたって感じだった。江戸の人らとかはもうなんじゃこいつらとはなったと思うよ。あ、さっき混ぜた時うわっつっていじりまくって、ただ食ってうまかったみたいな、うん、ごめんなさいっていうことだとは思うんやけど、最後出汁かけようとした時なんかも止めたでしょうからね一緒にお前出汁あれ美味しいよね、違うだからあのカリッとさ、うん、うなぎをカリッとさせてるからさ、またその出汁かけた時に合うんよね。ひつまぶしなんてもう一生食えるぐらいうまいよでもやっぱうな重が好きやけどな。あ、そう、まあまあね、僕牛丼を混ぜますよ最後。混ぜない、だから親子丼とかも混ぜないでしょ。まあ親子丼は食わんから分からんけど。親子丼食べないの？食べないです。え、めっちゃおもんない食べ物やと思ってます親子丼のこと。嘘でしょ、親子丼なんてめちゃくちゃ大好きやん、みんな大好き親子丼やん。
いやほんま僕親子丼2回ぐらいしか食ったことないんちゃうから人生で。ほんま選ばん。カツ丼にしちゃうってこと？カツ丼にするし、天丼にするし、牛丼にする。ああ、鶏が、でも鶏肉と他人丼も食わん。へえ、うん。卵とじがそんな好きじゃないんや。まあカツ丼も好きですけどね。なんか、なんかつまんねえ食いもんと思ってる自分がいるな。いや、まあまあ食べ方自由。でもさ、なんでもかんでも混ぜてたら、いやカレーは混ぜたらやっぱあかんな。いいやろ。うなぎは混ぜて OK ですけど、やっぱもう厳しくいこうこれは。わかりました。まあいろんなタイプがねいるから。あ、だってさ、うん、ショートケーキ混ぜて食べる？でそのわからんす例えがもう。さ食わんよそら。そら食わんのよ。でしょ、あのままこう綺麗にこう食べていくでしょ、うん、じゃあミートパスタは混ぜへん？ミートパスタ、うん、それも混ぜるよ。いやいいやん、カレー美味しいやん。ミートパスタ混ぜるよ。でもそんな俺も均等になるまで混ぜ、クリーム回して食べないで。全部これうわ均等になった、こうなった、うん、みたいな感じでは食べないで。面倒い話題を提供したな。うわこれちょっと 本放送に持ち越しかもわからんな。確かに。ではこだわりがね、食べ方、食べ方、はい、行きましょう。ちょっとマイルール、あでももうまさにマイルールや、くしくも、くしくももうマイルールやもん。はい、マイルール、メッセージ、カレー混ぜたらあかんよな。ありがとうございます。今日ははい、がなりなしでいきますか今日は。あ、カクテル恋愛相談室。ごめんなさい。マイルールということで、はい、ちょっとねメッセージ、少なめなんで、みんなが全然マイルールのないただのロボットみたいな人間だっていうことがね。いや多分これだから絞ればよかったんかもな。もうちょっとその食べ方ルールとかね。でも石田さん止まらへんかったもんな。いやだから俺もカレーを混ぜるか混ぜないかだけとりあえず次週トークテーマで聞きたい、もうこれは。わかりました。子供の頃は混ぜてたけどな。混ぜてから食べるか。うん、僕でもさっきそういえばさ、それで言うと一ついいですか、うん、あ何僕まあ混ぜないんですよカレーはね。カレー混ぜない、別に、うん、で混ぜるとすればほんま最後の最後なんですよ。もう最後の一口二口の時はもうバーってやってガブっていくみたいな、まあまあまあ感じなんですけど、僕そんなことよりも、うん、カレーのルーと米のバランス下手なやつおるでしょ食うの。ああ、はい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 、もうなんかじゃんけどあれでっ嫌いなんですよ。アホなんかな。わかるわかる、なんでなんであるよね。なんかもうそのいやちょっと炭水化物減らしててご飯残すとかやったらまだいいんすよ。まだね、ちゃんと食べたいのに、少なめでって言わないからね。そうそう、それは本当。ちゃんとご飯も食べきりたいのに、うんうん、明らかにルー少ないくなってるやつがいるじゃないですか。いる。もう僕それもう言っちゃうんですよ。うん、食べ方バランス悪いなってもう言ってますよ。いやいや、ほっといてあげてもう。なんでそんなことなんの？その何をしたの？やれようまいことって。そんなやつ社会でうまくいくわけない、うん、カレーのルーのバランスも取れへんやつ。って思っていつも怒ってます一人。いやわかる。僕もうほんまにルー多めで、もうルーをもうご飯あのカレー大盛りとかじゃなくてルー大盛りでとかっていうのがあればいいなって思うぐらい、うん、そのカレー屋さんとかではやってほしいのよ。でも俺なんて最後の一口はルーでありたいからルー多めで残すぐらいで食ってますよ僕なんて。あーでも分かるけどご飯ちょっと残ってしまうな。でもその完全に白ご飯で食うなんて、そんなもう冒涜でしょそんな。そんな恥ずかしいことは。それやったらもう家でおひつで米食え、うん、バカタレってなそんなことは絶対ならんよ。そうね、よかった。男石田さんがカレー残したらもうほんと
ラジオから降りる気でした今日。いやいやもうカレーの食い食べたらもうほら石田といえばね、もうやっぱり、うん、ショートショートムービーでもカレーのやつやってたもんな。確かにやってるカレー、うん、ただインドカレーはたまに危ない時ある。インドカレー、あのなんで食うってこと、なんで、うん、ルーが2つ3つぐらいこう来てて、あもうガンガンルー食べてまうから、うわ何残ってる、水っぽいしね、うわ何残ってるやんってなる時あるけど、うん、意外とそういう時にはあのお店によってはなんかインド人のね、あの店主の人が、うん、ルー足そうかみたいな言ってくれたりしてさ、めちゃくちゃいい人が、なんおかわりどうとか、ルー足そうかとか言ってくれるからさ、うん、あのインドカレーで言うと、うん、全く理解、自分でも理由は分からないんですけど、うん、自分がどんぐらいナンを食べたらお腹いっぱいになるかがこの年になってもまだ分かってなくて絶対におかわり、ナンは1枚でいい、おかわりしてはもう全然いらんなってなります。ナンは1枚でいいんですか、から、うん、でもインド人が絶対聞いてくるじゃない、インド人のね、大体聞いてくるじゃない、その大体ナンおかわり自由やから、ナンおかわりはっつってね、うん、うん、もうなんやったらもうあの置こうとしてくれてるもんね、もう、そう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 、もうほんとトングでもう持ちながらさ、何、うん、いるぐらい、もう置く手前ぐらいで、太ってるから絶対食いましたろの感じで来るから、うん、なあ半分ぐらいでっつっても最初のやつぐらいで来る時あるもん。だってめちゃくちゃもうめちゃくちゃカレーの口になってる、あね、飯食ったばっかりでしょ、でも恥ずかしいぐらいカレーは香りのもんやからね。あ、行きましょう、ごめんなさい何食べたか、もういっか今日めちゃくちゃ何食べたくなってる、わかります、僕もでも、あでももう少ないのか、じゃあ行きましょう、行きますか、行きましょう、行きましょう、貯めとく、来週に貯めとく、来週に貯めといてもいいんかもな、はあ、あでもそっか、これ、まあ、少ないし、読みますか、読みましょう、読みましょう、3件、はい、うん、3件か、あ行きましょう、行きましょう、3件です。T-Boy、T-Boy、石田さん、田中さん、こんにちは。前回トーク怪談の話すごく共感できました怪談ね、うん、僕は甘いものめちゃくちゃ食べたり飲んだりしますが、人から筋トレしてるって言われるぐらい素敵な体つきです。でも僕は特にしなくて、強いて言えばよく歩くことや怪談を使うことぐらいです。うん、やっぱり、はい、ということでございまして、ね、トークテーマ、うん、マイルール、たくさんありすぎて僕はよく生きづらいねと言われます。なるほど。一番は家計簿で、毎月25日に僕の中で予算会議を行い、翌月の予算を組む頃です。すごい。僕はエクセルで家計簿をつけ始め6年になります。すげえ。もし月の途中でお金がなくなったら、なんでお金を使いすぎたか、増やす予算は何に使うのかなど、そのエクセルに記入しないと新しくお金を下ろしてはいけないルールにしています。僕の中の財務省は非常に厳しいです。次回は私の中の財務省をテーマしてみたらどうでしょうか。素晴らしいね。 TV そんな感じなんだね。え、豆なとこあるよね。豆っていうか、確かに。でもこいつのメール見たら細かいとこあるなと思う時あるもんね、やっぱ。ああ、うん、いや、いいんじゃない、いい旦那さんになるじゃない、こんなの。いや、最後に一軒家建つのは T ボーイよ本当に、うん、おお、そういうとこやと思います。すごいいいですね、はい、お金をちゃんとこうね管理してくれる、ね、うん、最高です。次いきます。石田派閥のカッツ、はい、あ、カッツさん、ありがとう。こんばんは。先週出た話のエスカレーターは立ち止まる問題、うん、埼玉県では去年の10月にエスカレーターは立ち止まるって条例が出ましたね。おお、なるほど、いいね。いやもう、その条例出して、日本国憲法で出してくれ、日本国憲法でも決めてくれ。で最近あのすっごいあのありますね、もうエスカレーターのもうほんと両脇とかに、うん、もう真ん中に乗ってくださいぐらいの感じで、立ち止まりってくあの歩かないようにとか、すごい注意喚起されてるエスカレーターが結構あったりするの。百貨店とかのエスカレーターはね。だからもうあの真ん中に足跡のマークつけて、両サイドにドクロの顔を出しといたんよ、もう。いや、そう、もうそれぐらい。ねえ。うん。ほんまに。はい。いや、もう絶対止まっていきましょう。
本当に危ないです。こちおろのみんなはもう止まっていきましょう。うん、歩くときはもう階段にしてください、はい、そうしましょう。はい、トークテーママイルール、人生で決めていることは迷ったら面白そうな方へです。おー、いい。仕事でも遊びでも面倒くさいよりも疲れても大変でも迷った時の判断基準は面白そうかそうでないかです。このポイントは面白いか面白くないかではなく、まだ面白いかわからないけど面白くなる可能性がある面白そうならそっちにかけるというところです。面白いか面白くないかの二択はそりゃ面白い方を選ぶので。いやそうね、面白そうっていう、ね、いやでもこれができるっていうのはこう分かる、偉いよ、うん、偉いし強い、うん、強い。まあ楽だ、まあまあいっか、まあいっかとかよう言っちゃうもんな。まあ歌ってたし俺、まあいっかうんだよねと、まあ一回歌ってたもんよくちっちゃい時、はい、うん、まあ一回ね、うん、うん、でもいや本当に大事やし、これは僕も肝に銘じたいね。面白そうな方行きたいな。これはいいルールですね、うん、マジで楽な方やからな、うん、第一の選択肢が、いやいやなりがち、よくない、よくない、うん、面白そう、ね、いやこれでも大変やけどこっちの方が面白いしこっち行ってみるかっていう、いやまあね、人間その舵取りね、うん、そうでありたいと思ってる。素晴らしい、うん、俺の分まで勝つにそうであってほしいと思ってる、うん、俺は楽な方行くから、俺は楽な方行くから俺の分まで面白いを選んでくれ、うん、リスナーの鏡やなもうそれは、うん、そうですね、うん、最後です、はい、エリリン、エリリンさんありがとうございます。石田さん、土井さん、こんにちは、今日朝から美術展ピーターラビット展見に来てきました。ああいい、素晴らしいです、はい、トークテーマはマイルールですが、特にこれというものはないです、はい、ただもしかしたら自分では普通と思っていることが他人からしたら私独特のルールと思われていることがあるかもしれませんね。なるほどね。マイルールかどうか分かりませんが、実家暮らしの時は賞味期限の切れたものは絶対に食べなかったのに、一人暮らしになったら少しくらい過ぎても食べるようになりました自分で買ったものはもったいないし、美味しく食べられる期限だと思うので腐ってなければ OK と思うようになりました。なるほど、うん、賞味期限問題は確かにな。全然僕も消費期限じゃなかった全然食べますけど、あ、うん、僕はもう絶対に食べないっす。賞味やで、うん、賞味です。ええー、いやいや、その賞味期限ってもう区切ってんねんやからダメよもうそんないや俺調味料とか結構期限切れててもう気づいてなくて全然使ってて、あれなんか風味悪いなみたいな、もう賞味期限が切れてたんやみたいなもん結構あるし全然余裕うーん、余裕ではないでしょ。余裕余裕で、ただ単純に味がやっぱこう落ちるから、うわそうだね、本当にこう賞味期限って正しいやなってちょっと思うしその風味が損なわれてたりとか、うん、お菓子とかやったらやっぱ湿気てたりとかするしとか、やっぱそこはね、やっぱ美味しくないのは食べたくないし、うん、まあそもそもだから賞味期限切れる前に食べきっちゃうっていうところは、そう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 、それが一番ね大事なこと、うん、それある。でも調味料は結構やりがちやし、別に何にも気にならんかもな。調味料でも確かにね、パッて見たら2021年とか余裕であるな、うん、あるよね。あと、おお、これあかんやん、でも使えるかな、まあいけるなみたいな。だってあの焼肉のタレなんて家で焼肉なんかほんませえへんし、うん、全然めったにそう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 、うん、でたまに肉買ってきてね、一人焼肉じゃーいって思う、焼肉して2021年で書いてあって、うん、もうほんまベランダから投げ捨ててスーパー走るんですけど下歩いてる人も焼肉のタレまみれになってるやんバッシャーかかって大惨事の本当社会問題になるやつですけど美味しくなってるって胃匂いになってるってなる、ね、美味しくなっちゃったありがとうございます。ちょっとカレーでいきましょう、次回トークテーマ。わかりました。カレーの食べ方皆さん教えてください。カレーの食べ方ね、マイルカレーの食べ方、うん、いや絶対卵乗っけますとかでもいいですし、あるな、うん、醤油とかソースかける人がねいるかもしれないね、ねえ
で絶対さ、まあ右利きの人やったら、まあルーがさ右にある、米が、白い米が左にあるっていう状態じゃん。どっちでも食えるけど。嘘でしょ。別にどっちでも食えるでしょ、そら。そんなむずいの。食えないよ。不器用なの。なんなんそれ。めっちゃめちゃ不器用なんですか。いやいや、右利きやで。うん。右利きやったら右にスプーン持つでしょ。はい、持ちますよ。その時にカレーを、うん、ルーが右にないと、うん、すくってそのまま米やん。じゃあ別に米すくってその上にルーシャバってやって食ったらいいやん。いや、それダメだよ。むずいやつおるわ。うん、いやでももう人に押し付けることはせんようにする。自分の考えを人に押し付けることはしない。でも絶対あかん。でもね、わかりました。考えられ、うん、石田カレー警察が。はい、ちょっと、楽しみですね。夜は何を食べようかなと思います。わかりました。はい、といったところで今週以上です。次回また聞いてください。さよなら。さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。